皆様こんにちは、森久保祥太郎です。この度コンテリング第2回公演親のおごりでに出演させていただきます。そうですね、いろんな形で朗読舞台というのは経験したことがあるんですけど、まあ、今回ね、森田さんが脚本演出されるということと、あとは、一緒に出演させていただく先輩、同輩、後輩のみんなもなかなかこの今回のこのメンツでの朗読舞台というのは経験がないもので、まあ、本当にその作品的なものもそうですし、共演する皆さんも非常に楽しみだなっていうメンツなので、これはぜひやらせていただきたいなというふうに、はい、即答させていただきました。とにかくですね、他の出演陣がまあ個性的であり、そして今回ね、この、コントっていうんですか、コメディということなんで、もう手だればっかなんで、どんなね、そのリハーサルと本番がそのまま同じことをやるのかどうなのかっていうのも不安ですし、まあ、その辺はどこまで許されてるのかっていうのも楽しみですし、本当にやればやるたびに違う、同じ作品でも違う印象のものになるんじゃないかっていうぐらい、まあ、それぐらいなんかこう、まあ、手だれの皆さんとの、共演なので、本当に楽しみにしております。森田さんの印象はですね、まあ、もちろん以前から、存じ上げてはいたんですけども、今回この第2回公演 の、まあ、その世間的にこうリリースがされた時に、本当に地元の何年ぶりだろうっていう先輩から連絡が来て、お前森田さんの舞台出んのかみたいな、もう絶対チケット買うから撮ってくれよっていうすっごい大ファンの先輩がいて、ものすごい森田さんの魅力を語られたんですね。はい、なので僕自身が持った印象というより、その先輩が持った森田さんの印象に今全部塗り替えられちゃってるんですけれども、まだちょっとこの時点でお会いできてないんですが、僕がすごい尊敬してる先輩がもう大好きだっていう森田さん、ちょっとお会いしてバッチリその演出していただくのを楽しみにしております。はい、一番難しい問題ですが、なんだろう、親のおごりで、僕全然やんないんですけど、ゴルフを、うちの親父なんかもう大好きでしょっちゅう行ってるみたいなんですけど、だからまだこうプライベートでそのゴルフ場で回ったことがないんで、まあファーストゴルフはじゃあ親のおごりで。2022年3月13日日曜日、会場は舞浜のアンフィシアターにて開催です。皆様のご来場お待ちしております。